はい、それでは、ボードゲーム「アンレスト・オーバー・エナジー」の遊び方を説明したいと思います。まず初めに、役割を決めます。このゲームは3人で、プレイをするのですが、この世界には3つの国があります。北の方のスノーランドという寒い国、あったかい農業国のグラスランド、それからウェストランド、こちらは荒れ地のある土地の狭い工業国ということになりますが、この3つのうちのですね、国の誰がどれを担当するのかということを、じゃんけんでも話し合いでも構いませんから決めてもらいます。担当する国が決まったら、それぞれの国に担当するこの英語サイズのですね、サマリーシートがありますから、自分の国のシートを受け取って、この左半分に書いてある国の特徴のところを、よく読んで、自分はこれからどんな国を担当するのかなと、どんなことに困っている国なのかなということを把握してください。右側に書いてあるのはゲームのサマリーになりますから、これは後で見てもらえば大丈夫です。はい、では続いて、ゲームのですね、初期配置ですね。ゲーム開始時に立っている発電所をゲーム上に置きます。ボードゲームボードに置きます。で、この世界ですね、ゲーム開始時には石炭火力発電所が4基立っています。で、ですね、このサマリーボードの下のところに書いてあるんですけども、ウェストランドに2基、グラスランドに1基、スノーランドに1基石炭火力発電所が建っています。で、この石炭火力発電所、これが石炭火力発電所なんですけども、よく見るとですね、この裏側にこう S って書いてある、この石炭火力発電所が初期配置ということになります。置き方なんですけども、ウェストランドはですね、この表面にこうファーストと書いてあるものですね。このファーストと書いてあるものを2の土地に置きまして、で、ラストと書いてあるものをもう1個の土地に置きます。このように置きます。グラスランドについては、セカンドと書いた同じようなチットがあるかと思いますが、これをですね、この辺りにこう置くと。で、それから、スノーランドについても1つですね、この辺りにこう置いてもらう、この場所に置くということになります。これで、ゲームの世界には4つの石炭火力発電所が建ってるぞということでですね、気候変動の意味で言うとあまりエコではない電源構成でゲームが始まります。なお、この初めの、ですね、電源を立てるのには費用などは一切かからないということになります。はい、では次に、気候変動タイルの配置を行います。これらのタイルですね、箱の中に入っているタイルの裏面をよく見ると、この下の部分にですね、これは10と書いてあり、20と書いてありというように、80までの裏面で8種類あります。で、これそれぞれですね、数字が小さいものは1枚しかないのですが、数字が40より大きいものについては2枚とか3枚あります。で、これから気候変動をですね、示す山札を作るんですけども、まず一番このですね、数字の大きいものですね、これらをこうよく混ぜまして、一番そのどれか1枚ですね、どれか1枚をこう山札にとして使うと、残りの2枚は選ばれなかったものはゲームには使えませんので取り除きます。次に70のものですね、70のものについても1枚抜いて積むと、60のものについても1枚抜いて積むと、これをですね、どんどんこう積み重ねていきまして、50のもの、40のもの、30、20、10というふうにしてですね、これで気候変動を示す山札ができますと。で、使わなかったものはすべて箱に戻しましょう。これで将来の皆さんにですね、襲いかかるかもしれない気候変動の効果が積み込まれたということになるわけですね。はい、それではですね、最後になりますが、いろんなですね、この世界の電力システムの様子を表すですね、キューブを置いていきます。
まず黒いキューブが2個ありますが、このキューブですね、1つはこの供給不足トラックというところに置きます。これは電力需要を満たさなかった時にこうどんどん進んでいって悪いことが起きます。もう1つ黒いキューブがありますが、これは気候変動トラックですね。ここのところに0と書いたマスの上に置きましょう。これも気候変動が起きると、この上をずっとこう進んでいってですね、10のところに達するとこうピヨッとめくれると。でまた上を進んでいきまして、で10達とこうピヨッとめくれると、まあそういった形で使います。これが気候変動ですね。それからカラフルなコマが3色2個ずつありますが、これはそれぞれですね、青がスノーランド、緑がグラスランド、赤がウェイストランドに対応しています。まずこれらのコマ3つですね、1個ずつ取りまして、これを一番ゲームボードの上にあるこのアンレスト、社会不安の0の横に置きます。この社会不安をできるだけ小さく抑えるというのがこのゲームのプレイヤーの目的になります。それからもう1個ずつありますが、これはですね、ゲームボードのこの下の方にあるですね、予算トラック、お金のところですね、ここに置いていきます。でこれはですね、ゲーム中に電源を立てるためにお金を支払うんですけども、支払うためにこう進んでいくと、だんだんお金が減っていくよと、使用した量が増えるよと、まあ、そういったことを表すところになります。ゲームを始める前に1人記録係を決めまして、この記録シートというものにゲームの展開を書き込んでいきましょう。ゲームは4ラウンド行いますので、1、2、3、4ラウンド分の各場所がありますと。記入する内容は、どの電源を何機立てて、誰がいくらコストを支払ったのかということであるとか、電力をいくら供給して、不足分ですね、需要から見て足りなかったのいくら、CO2 はいくら出たの、気候変動の結果、社会不安はどうだったの、みんなの社会不安はどれだけ増えたのということを記録していくということになります。何を書いたらいいのかというのは、この後ゲームの進め方を説明するので、それを聞けば大丈夫です。ここでですね、電源について説明をしておきます。この世界では皆さんは4種類のですね、電源を立てることができます。太陽光発電、原子力発電、ガス火力発電、石炭火力発電の4種類ですね。で、この電源を表すチットのうちですね、左上に書いてある数字、この電力のマークが書いて、1とか4とか書いてある、これが、この発電所がですね、1ラウンドで最大どれだけの電力を発電できるか、供給できるかという供給力を表しています。それからガス火力と石炭火力については、この出力ですね、発電電力の量の隣に1パー1、2パー1とか書いてありますが、これは電力を1つ1単位生産するごとに、このモヤモヤは二酸化炭素ですね、 CO2 がどれだけ出るかを表していると。石炭は電力1について CO2 が2出ますと、天然ガスは1出ますと、原子力と太陽光は発電しても CO2 は出ませんと、そういうことを表しています。それから設備の、皆さんから見て、左下ですね、左下の数字、これ何かというと、これは、電源を建設するのに必要な費用ということになります。本当はですね、電源というのは発電するとき以外にもお金がかかるのですが、このゲームでは立てるときに全てのお金を支払うと、そういうふうに単純なルールを採用しています。で、電源によってですね、当然費用が違うと。それから原子力発電所については、このですね、右側に何か星印が3つ、3つの国と同じカラーですね、の色がついています。原子力発電所はですね、それを受け入れること自体によって、社会不安がこう上昇すると。ただ、国によってですね、原子力の重要性というものが違いますので、この赤のウェストランドでは社会不安は2しか上昇しないと。
だけども緑のグラスランドでは一気立てると社会不安が6も上昇してしまうというようにですね、あの重要性の違いが数字に表れているんですけども、いずれにしろ原子力発電所を建てると追加で社会不安が上がります。それからもう一つ、これはですね何かというと放射性廃棄物の最終処分場を表しています。原子力発電所をですね一機でも誰かが建てた場合にはですね、ゲーム終了時までにこの最終処分場ですねを建てないといけません。もし建てなかった場合はですね、大変なことが起きます。それは後で説明します。ただこのですから、最終処分場というのはですね、発電はしません、発電はしませんが建てるのにお金が10必要です。さらにこの設備を建てるときにも、建てた地域においてですね、社会不安が追加で上昇しますということなわけですね。これが、このゲームで建てることができる設備5種類ということになります。ではここから、ゲームの進め方を説明したいと思います。ゲームの流れはですね、この皆さんの配られているサマリーシートのですね、右側に書かれています。でこのゲームは、全部で4ラウンド行われるんですけども、各ラウンドの流れがここに書いてある1から5ということになるわけです。まずはじめにですね、石炭火力、はじめゲームの上に4基の石炭火力を置きましたが、そのうちの1つが廃棄されます。でそこで、2番目に皆さんは戦略会議を行います。ここで話し合う内容というのは、どの電源をどこに何基立てて誰がどれだけ費用を負担するのかですね、建設する電源の種類と数、場所、それからそのお金をですね誰が負担するのか。例えば、石炭火力発電所は、建てるのにコストが4いるんですけども、それを全部ウエストランドが支払うの、それとも、スノーランドが1、グラスランドが1、ウエストランドが2なのとかですね、そういった割り振りを考えるイメージ。でそれどこに建てるのですね、国が3つあると、どこの国に建てるんですか、そういったことをみんなで話し合って決めると。どの電源をどこに何基建てて誰がどれだけ費用を負担するのかですね。3番目ですが、その会議が終わって話し合いがまとまりましたら建てますと、具体的にどこに建てるんですかということをやるわけですね。でどの電源をどこに建てたか、誰がいくらお金を支払ったかによってゲームの状態が変わります。まずこの世界はですね、電力の需要は18に固定されています。赤字になってますね。ですからその18がそもそも満たされているのかどうかであるとか、気候変動がどれだけ進んだのかと、まあ、そういったことをいろいろ計算してやって、それに応じて各国の社会不安ですね、ゲームボードの一番上にあった社会不安が上がってしまうと。で最後にその何がどう変化したんですかということをですね、さっき説明した記録シートに記録すると。この、ですね、電源の廃棄、戦略会議、建設、各種計算記録と、これを4回行いますよと、それでゲーム終了ですよということになります。はい、それでは、改めてですね、ゲームの、開始直後の状況を見てみたいと思います。このようにですね、電源が4基立った状態で始まるわけなんですけども、まず、ラウンドの始め、最初のラウンドですね、石炭火力の寿命が、尽きるというふうに、さっき言いました。で石炭火力4つあるんですけども、ファースト、セカンド、サード、ラストというふうに記号が振ってあります。最初のラウンドではこのファーストと書かれた石炭火力発電所が寿命を迎えて取り除かれるわけですね。そうすると石炭火力発電所が3基しかないわけですから、今供給できる電力は、全部合わせてですね、12しかない、 4×3 で12しかないということになります。ところで、先ほどですね説明したんですけども、この世界の電力需要は18なんですよね。で 18-12 で、6の電力がこのままだと足りなくなってしまうということになります。さらにですね、今立っているのは
すべて石炭火力発電所ですから、電力を1作るごとに CO2 が2進みます。12の電力をすべて、石炭火力で賄うと CO2 が24も増えてしまいます。それで気候変動を止められるのでしょうか。もしそれが良くないと思うのであれば、石炭火力発電所を止めるために別の電源を立てることが必要になってくるわけですね。ちなみに皆さんの予算は無限にあるわけではありません。1ラウンドに使うことができるお金は国ごとに決まっておりまして、このゲームボードのですね、一番下のところ、各国のお財布の欄の下に書いてあるんですが、グラスランドは1年あたり4、スノーランドは1年あたり3、ウェイストランドは1年あたり6と、つまり3つの国合計で1ラウンドに使えるお金は13が上限なんですね。その予算の中で、どの電源をどこに何基建てて、誰がどれだけ費用を負担するのか、これを話し合ってもらうわけです。ここでですね、戦略会議のポイントを説明しておきたいと思います。まずですね、発電施設を建てる国と費用を払う国を分けても構わないということになります。電源自体は、例えば太陽光パネルをグラスランドに建てるんですけども、この2の費用は全部ウェイストランドさんが持つとかですね、そのように建てる場所と費用を払う国とを分けても構わないということになります。それから繰り返しですが、電力需要は18に固定されていますので、ゲーム中ずっと変わりませんと、ぜひこの18を目指してください。すごく大事なルールとしてですね、このサマリーシートのこの右側にもしれっと書いてあるんですけども、発電電力量が15未満になりましたら即座にゲーム終了、全員敗北となります。ちょっとぐらい足りなくてもゲームは続くのですが、15未満、つまり14以下ですね、15はギリギリ OK ですが、なりましたらもう社会が立ち行かなくなってしまうと。電力の供給はそれぐらい大事であるということですね。それから、電源をたくさん立ててですね、この何というか左上に書いてある発電電力量ですね、これが18を超えることがあると思います。全部で24あると。その場合はどの発電所を動かすかを、皆さんで、相談して決めることができます。例えばですね、この辺に、分かりませんが原子力が3つぐらい立ったとすると、そうすると444444で、主力24の電力を供給できると。需要が、全部で18ですから6分だけ余裕があるわけですね。じゃあその6どれを止めますかといったら、普通は CO2 を出す電源を止めるということになります。そうすると原子力で12、石炭で6の電力を供給するわけですから、全部石炭の場合よりも CO2 を減らすことができると。すなわち電力量が18を超えるときはどの発電所を動かすかを相談して決めれるということになります。それから、最後のポイントですけども、どの土地に電源を止めるのかと、また電力の供給不足が起きたらどうなるのか、あるいは気候変動ダメージ、コスト支払い額、そういったですね、社会不安の上がり方というのは、国によって変わってきます。詳しくは後で説明しますけども、原子力を受け入れると社会不安が上がりやすい国と上がりにくい国と、電力が、足りなくなった時にすごく困る国とそこまででもない国、気候変動によってすごく困る国とちょっと困る国と、なのでコストに余裕がある国とお金の支払いに余裕がある国とない国と、そういった特徴があります。それはですね、この場では解説はしませんが、皆さんですね、先ほどのサマリーシートですね、国の特徴なんかとこの盤面の数字を見ながらですね、自分はどうしたらいいのかなと、どうしたら得なのかなということを考えてもらえばと思います。ここではですね、皆さんがそうやって話し合った結果、原子力発電所がスノーランドに行き、
太陽光発電所がグラスランドに立ったという状況を考えて、話を続けたいと思います。はい、ではここから、社会不安の、上げ方を説明していきます。まず先ほど、しれっと電源を立てましたけど、この電源を立てる土地のところには数字が書いてあります。1と書かれたところに電源を立てましたら、ここはグラスランドですから、グラスランドの社会不安が1進みます。またここスノーランドですよね。で、スノーランドですから、この青のね、1ってところに置いたら、スノーランドの社会不安が1上がりますと。で、さらにですね、これ原子力発電ですよね。原子力発電は追加で社会不安が上がるんでした。スノーランド、青い星の中には4という数字が書かれていますから、社会不安がさらに4上がるということになるわけなんですね。このように電源が立つことによって、まずそもそも社会不安が上がりますよと。で、原子力の場合は追加で上がりますよと。で、よく見てみると土地にはですね、1って書いたところと2って書いたところがあります。で、まあ、当然1のところから降りてくるのが普通なんですけども、何かこう太陽光パネルをこうだんだん敷き詰めていくとですね、1の土地がなくなってこう2のところに来ると。そうすると電源1個あたり社会不安が2上がるぞと、まあ、そういうこともですね、先々あるかもしれないということになります。はい、それでは次に、費用の支払いによる社会不安の上昇について説明します。先ほどですね、この原子力1基と太陽光1基とで合計で8の費用が発生するということにしたわけなんですけども、今回ね、ウエストランドさんは土地を提供していないということで、費用負担の内訳はスノーランドとグラスランドが1ずつと、ウエストランドが6というふうに、土地を出してない人が多めに支払うというふうに決めたとしましょう。その場合ですね、それぞれのこのお金トラックですね、進めます。グラスランドが1と、スノーランドが1と、ウエストランドが6進むわけなんですね。ところで、このお金トラックのところなんですけれども、時々星マークが書いてあるところがあります。で、このですね、マーカーが星の上に乗るごとに社会不安が1増えます。ですから今回グラスランドは1増えますと、スノーランドは1増えますと、ウエストランドは1、2と、14まで進むと3つ目の星に達成しますから3増えますということで、グラスランドと、スノーランドの不安が1増えますよと。で、それでですね、ウエストランドの不安は3増えますよということになるわけなんですね。それから供給不足の話に行きましょうか。今立っている電源がですね、石炭火力が3つ、原子力が1つ、太陽光が1つ、合計すると実は17しか電力を供給できていないと。さっき需要が18と言ったばっかりなのにいけませんね。1足りませんと。足りない場合はこの供給不足トラックが18引く17で1だけ進みますと。その結果何が起こるかというと、この1の列の下にですね、青色の星マークがありますから、スノーランドの社会不安が1だけ上がります。今回はスノーランドだけですと。しかしながら供給不足がこうどんどん進んでいくと、仮にもう一歩進んだら今度はスノーランドとウエストランドが両方食らいますと。3まで進んだ時にはスノーランドとグラスランドが1、食らいますということになっていまして、つまりスノーランドは何しろ寒いですからね、もう一歩進むごとにこうちょっと電気が足りないだけでどんどん不安が上がっていきますと。ただまあ比較的あったかい他の国はまあそれほどではないよということにはなっているんですけども、まあ、いずれにしろ供給不足というものがこう社会不安を上げるんだぞと。で、供給と需要の差を見てですね、足りない量に応じて進んでいくぞということを覚えてもらえばと思います。それからもう一つ、気候変動の話もしましょう。今回ですね、ここを見ていきますと、石炭火力がで電力を12供給していますから、CO2 が24進むわけですね。とんでもない量ですね。先ほどちょっと説明しましたが、この CO2 のマーカーが
山札の一番上のカードの裏側を1、2、3、4って進んでいきます。10に足したら1個めくれます。このめくれた先にですね、各国が社会不安が気候変動のダメージによってどれだけ上がるかということが書かれていますが、初めの10増えた段階では0です。まだセーフですね。ただ、さっき24ですから、さらにまた1、2、3、4って進んでいって20まで足してめくれると。まだセーフですね。で、1、2、3、4ということで24まで来ました。で、実はですね、CO2 がいくらまで増えたときに、各国の社会不安がいくら上がるかというですね、この値の幅については、この山札の上の表に書いてあります。ただ、これはあくまで幅でして、実際にどれだけのダメージが入るかということについては、めくってみないとわからないと。気候変動というものがですね、何か社会に悪い影響を与えることは分かっているんですけども、その予測値には幅があるんですね。ですので、何もなかったからまだいいだろうと書いてどんどんめくっていくとですね、あ、食らいましたね。はい、どんどん食らうダメージが増えて、これ累積していきますから、そういうことにならないようにですね、どこかでこう歯止めをかけるのがよろしいのではないかと思います。はい、現在24でございます。はい、それでは、社会不安のまとめということになりますけども、まずはね、電源を立てたら、そこに書かれた数字だけその国の社会不安が上がります。原子力を立てた場合には、さらにその国がね、追加で社会不安上がりますよねと。その値は国によって違うということですね。それから、お金ですね。各国がお金を支払うわけなんだけども、このトラックのね、マーカーが星印を通過するごとにですね、社会不安がこう上がっていくということがありました。それから、これですね、供給不足ですね。これが1個進むごとに、その下に書かれた国の社会不安がこう上がりますよねと。それから気候変動と。気候変動は CO2 の排出量に従って、黒いコマがトラックの上を進んでいきますと。10ごとに1枚めくれて、書かれた数字の分だけ社会不安がこう上がるんですよねということになります。で、このようにですね、1ラウンド終わった時に、こう社会不安の値がいくらというのが1番目のトラックに出ると。で、このですね、石炭火力がなくなります、どの電源立てるか話し合います、決まりましたと、立てましたと。それによって社会不安がこう変わりましたよということを4ラウンド繰り返してゲームが終わります。最後に一つ大事なる、これですね、忘れてはいけない放射性廃棄物の最終処分場、これをゲーム終了時までにどっかに立ててくださいと。原子力発電所が1基もない場合はいりません。1基でも立てた場合は、立ててくださいということになります。これ、立てない場合はですね、何が起こるかというと、原子力発電所をですね、建てている国の社会不安がさらに上がります。ここに、各国に実はこう書いてあるんですけども、原子力発電所1基あたり社会不安が5上がります。現状況で、今スノーランドに、原子力発電所が1基ありますけども、この状況で、最終処分場が1基も建っていなかったら、スノーランドだけ社会不安が5上がります。例えばここでグラスランドさんにも立っていたとしたら、両方の国で社会不安が5上がるし、もしスノーランドに2軒立っていたら、スノーランドだけ10上がるということになるわけですね。なお、最終処分場はですね、原子力発電所が何基立っていたとしても、1基だけ立っていれば良いということになります。これ1つで、この島の中にある全ての発電所の廃棄物をカバーできるぞということになるわけですね。で、ゲーム終了時にこのトラックに対してですね、もしこれが立ってない場合は、その分社会不安を増やしてやって、合計値が出るわけですね。で、この3つの国の中では、当然社会不安の一番少ない人が勝利ということになります。ただしですね、授業なんかで複数チームでやる場合は、まずチーム戦します。例えば同じボードゲームがですね、パラレルにたくさんあった場合は、まずチーム戦になって、
チームの3人の合計の社会不安、これが一番小さいチームが勝つと。ただし、その後ですね、チームの中で順位をつけて、じゃあ、うちのチーム1番だよねと。でも、その、じゃあ、うちのチームの中の1番がクラス全体での1番だよねと。それは誰ですか？というのは、やはり、このチーム内でのね、社会不安を比べて、一番少ない人が勝つと。このように、チーム戦と個人戦が入れ子状になっているということになっています。